やあ、せつだけすきだよ。小暮らしめくる愛の名を、次からやっていきます。さて、今回からね、定期生放送、キャスから YouTube の方に移ってね、ちょっと新しい視聴者が獲得できるんじゃないかなって思うんですけど、まあ今回、キャス、定期生放送初めて聞いてくださった人に、これ前回のあらすじ。まず主人公が海外に飛んどった。で、その主人公が5年ぶりに日本に帰ってきた。で、幼馴染と出会って、今、転入、新しく通うようになった学校に、転入、まだ転入してもないのにここに来ておりますっていう、そんな状態で、幼馴染その1とその2と会っておりますっていう、そんな説明でいいかな。そんな説明でいいでしょう。というわけで、ね、続きやっていきたいと思います。そういえば、ハル、学校で明日からじゃなかった？ああ、転入手続きと挨拶に来たんだけど、今先生には会えないらしくてさ。アイナが、ちゃうわ、アーナ、あ、なんだよ、マナカか。マナカがそれから教室、それなら教室行こうって。なるほど、それはまたぶっ飛んだ発想したね。さすがマナカ。みんなにもガツンって印象つけられたし、明日からのどっかも緊張しなくて済むでしょ。逆に緊張するわ。みんなからの視線を集めて、呆れつねえよ、尻目にドヤ顔を決めるマナカ。あ、だから制服を着てないんだね。もしかして昼ごはんもなし。そっか、春日とお昼までだよね。というか持ってないよね。ガーみたいな顔になってる。前回でも言ったけどさ、この表情の良さですよ。表情豊かなところがこの可愛いところ。あ、うん、そういえばお昼どころか朝も満足に食べてなかった。早朝から移動の連続だったから忘れていた。二人ともお昼はどうするの？弁当とか？ふ、職人寿司など栄養の摂取ができれば十分だ。あ、お前だが、さてはお前注射で栄養補給するんじゃないか。栄養注射で済ますか、お前。やめとけ、ちょっといろいろいろな意味でやめとけ。そう言っておもむろにカバンからゼリー飲料を取り出すツネ。それ満腹感ないぞお前。私は今日はこれ。一方でモナクは手作り風の巾着から弁当。弁当じゃない、イースタート、一式名物、からし高菜ヌードル。辛いもの好きなんだね。弁当、カップ麺かい。最近出たんだけど、これめちゃくちゃおすすめなんだよ。うまそうやけど、俺ラーメン好きやけど、うまそうやけどさ、弁当は栄養は、ま、マナカちゃん弁当とか作れなさそうなタイプだって思っとるけどさ、てか作れなさそうなタイプやけどさ、この町のオリジナルなんだぜさ。確かに、からし高菜は有名だけど、いや、カップ麺って。お湯あるの？あ、スルーされた常が落ち込んでる。仕方ないよ、ごめんつね。とはいえ、俺はどうしようかな。そうだね、一応学食も購買もあるんだけど。そうだ、マナカがひらめいたようにポンと手を叩く。クラスメイトのみんなから分けてもらおうとかいう嬉しい発想かな。今日雫がお弁当を多めに作ってきているはずだから、春日と分けてもらったらどう？お、これは雫ちゃんとやらに会いに行くチャンスではないか。おお、いいじゃん、俺もちょっともらおうと。やっぱお前ゼリーだけで足りてないだろお前。もっとちゃんとしたもん持ってきなさいや、お前たち。そっか、そういえば、しずくも同じ学校なんだよね。弁当を持ってきてるなんて、さすがだね。うん、1年生だから階が違うけど、同じ敷地内にいるよ。まだ、しずくのお弁当は美味しいよ。それは助かるけど、しかし、その言葉を聞いた瞬間、あるトラウマが頭をよぎった。5年前の記憶が確かだな。マナカ、しずくの料理って当たり外れがあった覚えがあるんだけど。何それ。え、外れの時は下痢で5時間ぐらい倒れたままとかいう話なの？え、そんなことあったかな。しかも成功した時と失敗した時の差が尋常なかった気が。うーん、
確かに昔は失敗も多かったけど、でも昔の話でしょ。大丈夫、ちゃんと美味しいから。ほんとかな、この流れ大丈夫で済まないような気がするな。ならいいんだけど。おい、隣のツネがさ、謎の笑顔を浮かべてるぞ大丈夫か。そうだ、雫だってもう子供でじゃないんだし、心配しすぎかな。じゃあ雫呼んでくるから、ちょっと待っててね。マナカは席なんでこの読み方なの、ここまで。マナカは席を立つと足早に教室から出て行こうとする。マナカ、雫呼ぶなら電話すればいいっしょ。ツネが不思議そうな顔でマナカに呼びかけた。確かに他の生徒を見る限り、携帯電話の使用は禁止されているわけではないみたいだ。何言ってるの、ツネサダ。ツネサダだったっけ、まあ、ツネサダか。そうやって現代人の体力はなくなっていくんだよ。動けるときは、動けるときは足で動く。これが行動の基本だからね。というげおまかし。おう。お前は頭の方をうまく活用していかんかったらあかんだろう。なんか刑事みたいなセリフだね。マラクが教室のドアに手をかけておうとした瞬間。あ、ちょうどよかった。これから一緒に。誰だ。ちょうどよかったら私のセリフだよ、こっちこっち。マラクが一人の女子生徒の手を引いてこちらにやってくる。まさか黄色いリボンってことは1年生かな。わあ、めっちゃ可愛らしい子が来たー。お人形さんみたいな人来たー。じゃーん、この人誰だ。あ、この子もしかして、あのブラジャー盗難事件の犯人だった。実は女の子なのに女の子が大好きの宮本しおりちゃん。そうだ、宮本しおりちゃんじゃん。マナカは女子生徒を連れてくるなり、後ろから肩をガシッと掴んで俺の方に体を向けさせた。この顔、この髪型、もしかしてしずしー。言葉を発するやいないや、マナカにしつかさず釘を刺される。ん、しず、あれ、宮本しおりじゃないな。一方で女子生徒は真剣な眼差しで俺のことを見つめていた。誰ですか。あ、気づかれていない。しずく、さっかくの感動の再会なのに。マナカが盛大なため息をつく。ま、自然すぎて逆に不自然な状況だよね。え、無理もないって。久しぶりだね、しずく。あれ、宮本しおりちゃんじゃないな。あれ、しおり、しずくちゃんだったんじゃ。お、ハルさんですか。そうだよ、一瞬でも気づかないなんてお姉ちゃんはかわしいや。いやいや、気づかれなかった本人の方が悲しいんですけど。状況がよく、甘い表情には出ていないけど声でしっかり混乱しているようだ。俺が戻ってくること、マナカとは話してなかったの。いえ、それは知っていたんですけど、どうしてこんなところに私服でいるんですか。そもそも学校に来るのは明日のはずじゃ。この下りも2回目か後ろでお姉ちゃんがっかりした顔になってるよ。俺はしずくに小山での経緯を説明した。そういうことでしたか、気づかなくてごめんなさいいいのよ、いいっていいって。ただいま、しずく。はい、お帰りなさい、ハルさん。ハスミしずく、マナカの妹で一つ年下の幼馴染。マナカと同じように物心をつく前から隣にいた俺にとっても妹のような存在だ。小さい頃は顔をいつもペロペロしてたよな。昔から低調な子だったけれど、マナカの言う通り一層しっかりしたような気がする。一体誰のせいだろうか姉が頼りないからだよ。何こっちをジロジロ見て。いや、
相変わらずバランスの取れた姉妹だなと思って。そう、なんか照れるね。褒めてはない。褒めたつもりはないんだけど。しずく、そういえば後輩らしく敬語使ってるんだね。小学生の頃はそうでなかったことになんとなく寂しさを感じてしまった。思いの春、しずくが敬語を使い始めたのって春が魔女を出てきてからすぐだよ。え、そうだね、もうすぐ中学生になるからって言って。そりゃまたしっかりしてるな。姉とは大違い。敬語が、しずくが敬語使わない間なんて私とたくまくらいだよ。そうなんだよな、俺なんか一発で敬語使えるようになったってのに。それは他人のふりをしたいんだよ、お前みたいな中二病とはな。へえ、もらかはわかるけど、なんでたくまも。俺が問いかけると、たくまで誰だ、その前にたくまで誰だ。しずくはきょとんと目を丸くして答えた。え、お兄ちゃんには普通敬語は使いませんよね。あ、え、3人兄弟なん。あ、そっか、そうだったね。未だにそう呼んでいることに少し驚いてしまったけれど、しずくは小さい時からずっとたくまのことをお兄ちゃんと呼んで懐いていた。もちろん血はつながっていないので、知らない人から見れば不思議な関係に思えるだろう。あ、そういうことなんじゃ。だから今はさ、左の方で常が苦笑いしとんだ今。俺のことをお兄ちゃんって呼んでくれないんだなみたいな感じの、ちょっと苦笑い、がっかりした苦笑い。あれ、ここでふと疑問に思う。どうした、しずくちゃんのおっぱいがそんなに膨らんでないことに疑問を持てるのか。いやらしいぞ。おやじからしたら、たくまって一つ上の先輩なんだよね。そうだよ。何を分かりきったことを言ってんの、春。ってことは、俺もたくまに対して敬語を使うべきなのかな。どうして。なんで。いや、なんでもない。いや、大丈夫だよ。仲良かったらあんま敬語とかなしでもいけるタイプの人間ってたくさんいるからね。どうやらたくまとみんなの関係は本当に微動だにしてないみたいだ。まあ、たくまに敬語を使ったところで気持ち悪いからやめろと返されるのは想像にたやすかった。ところで、お姉ちゃん。え、そろそろお昼に。あ、そうだったね。ねえ、しずく、今日もお弁当多めに持ってきてるんだよね。うん、今日のは自信作だよ。春が昼ご飯ないからちょうど分けてもらおうと思って話してたところなんだ。なるほど、それはぜひ春さんにも感想を聞かせてもらいたいです。感想。はい、より良き料理を求めて自分なりに研究を重ねているのです。すごいなこの子、できた妹だな。おい、自分なりに研究を重ねているのですね。料理人か、お前は。そういう時はこうして振る舞ってくれるわけ。おう、なんだかすごいね。そんなレベルまで到達するなんて相当な腕になっているのでは。あ、でも春さんの分は一人前に満たないですね。で、セリカ先輩は。あれ、そういえば、しずくに言われて思い出してが、確かセリカも同じクラスだったはず。セリカって誰だ。ああ、セリカなら今日は病欠なんだって。え、そうなんだ、大丈夫なの。常、お前喋ってないのにコロコロ表情だけは変わるね。君めっちゃ残念そうな顔してる。君はセリカちゃんとどんな関係なんだい。うん、ちょうどちょっと熱っぽいから大事を取ってるだけなんだって。うん、いない時にクラスは面倒なことにしちゃってないかな。俺は心配でならないぞ。常沙は登校するときに会ってきたんでしょ。心配しすぎてしつこかったってさ。え、誰がそんなことを。セリカからメール来たんだよ。わー、常、お前セリカ様に何かご奉仕しようとしたな。お前奴隷か、お前は奴隷なのか。大丈夫だから本当心配いらないって。ふふふ、真ん中の妹の苦笑いっぷりがたまらん。はは、常は相変わらずセリカに弱いんだね。姫をお守りするのが我が天命である。本当にセリカ様みたいな感じになってる。本当にセリカ様って呼んでそうな気がする。
その割にはいつも足蹴りにされてるように見えますが。あ、しずくひどい。さてさて、それじゃ。さあ、苦笑いのままお昼タイムか。成果の分は春人にってことで。うん、いざその時を迎え、ごくりと喉が鳴った。俺の表情を心配してか、常に背中をポンと叩かれる。大丈夫だって春、しずくも昔と比べたらかなり腕上がってるから本当に美味しいよ。おい、カバジマ、お昼の分間だけちょっと机変えていい？常はクラスメイトに了承を得ると、前に並ぶ机を後ろの机に合わせ始めた。この時常は契約書としてこの机を借りる時の代金として1000円払ったという。それを囲むように4人で座り、しずくが弁当を広げる。まずは肉じゃがです。わあ、これはお嫁に行けそうな感じだ。これは肉汁がキラキラと輝いて、まるで宝石のようじゃないか。彦摩呂だったら絶対に肉とじゃがいもの宝石箱やって言うね。しかも冷めないように保温箱に入れてくるとはこだわりがすごい。こんなのどう考えても美味しいに決まっている。おお、超うまそう。常定は変なゼリーがあるでしょ。春人の分まで食べちゃダメだからね。分かってる分かってるって、それは本当に分かってる目なのか。変なゼリーてか真中こそカップ麺があるじゃん。ふっふっふ、カップ麺はね、後でだって美味しく食べられるんだよ理由になってないぞ。なあ、なんだって。俺の負けだ、好きにしてくれどこに敗北感を覚えたのだ。がっくりとうなだれるゼリー野郎を見下す勝ち誇った表情のカップ麺少女の図カップ麺 VS ゼリー、勝ってるのカップ麺です。なんだこの勝負は。ゼリーも後で食べたって美味しいということは言わずにおこう。冷めないうちにどうぞこのやりとりに視聴者さんが冷めるかもしれない。しまった、コントを見ている間に宝石を掲げが減っている。それじゃあいただきます。いただきます。俺もちょっとだけ。3人で肉じゃがを口に運ぶ。うん、今日もおいしいね。本当だ、おいしい。うまうま。よかった、今回は胡椒とバターで仕上げてみたいです。え、肉じゃがってさ、胡椒とバターで仕上げれるもんなんじゃ。今回はっていろいろレパートリーありすぎなんじゃ。すげえな。もう一家に一台お嫁さんと欲しいタイプ。一家に一台ってなんだ一台ってなんか知らんけど、まあ欲しいな。お嫁さんとして。胡椒とバター、肉じゃがにはあまり想像できない組み合わせだけど。仕事なりなんなりで疲れてるのに買わないテンションで、もはや尊敬の意味。いや、そう言うけどさ、実は言ってもいい？俺仕事今日休みだったそうか、この輝きは肉だけ、肉汁だけじゃないふっ、春もようやく気づいたようだな。なんなんそのエフェクト。そう、バターと肉汁がタクティカルに進歩してるってわけさ。いえ、バターはちょびっとしか入れてないのでツヤとか関係ないですあ、料理評論家を気取ったみたいだが、バカめ。もうちょっと辛さが欲しいかな。でも美味しい。肉じゃがってあんまり辛く味付けするようなもんじゃないぞ。さて次は何が出るかな肉じゃがっときてさ、いきなりステーキとか出されたらさ、えーってだけだフ肉じゃがを一通り堪能した後、しずくはまた別の箱を取り出した。しかしまさかこんなに美味しいなんて予想していなかった。
いや、予想していなかったからこそここまでの感動があったのかもしれない。しずくが次の箱の蓋を開ける様子を期待しながら見守る。次は特製の卵焼きです。なんてちょっとスライム、スライムなってる、スライムなってる。ちょっと卵焼きよりもさ、卵焼きよりも周りのなんかプルプルしたやつに気が向いているな。なんだこのプルプルした物体は。確かによく見ると中に黄色いものが埋まっている。より見える。いや、さっきの肉じゃがの味を思い出すんだ。これだってしずくが作った料理、見た目はクラゲでもきっと美味しいに違いないって。やばい、このしずくちゃんちょっと食撃の相馬のさ、相馬くんみたいな感じの発想しそうなの。とりあえずゲテモノ料理を人に壊すようなタイプの人間かもしれんの。このしずくちゃん大丈夫か、大丈夫なのか。一人心の中で問答していると、マナカとツネが橋を動かした。おお、しずくの得意分野のやつだね。どーい、得意分野ちょっと、ゼリー属性、しずくちゃんゼリー属性なのかい。ゼリー属性ってなんか知らんけど、ゼリー属性なのかい。これは間違いないな。間違いだらけですね。お前らの目が間違いだらけですね。二人は戸惑いでもなくそれを口に運び、そしてうまそうに味わい始めた。ハルさん、卵焼きは嫌いでしたっけ。ちょっと待って、しずくちゃん、卵焼きよりもさ、なんか周りのプリプリしたもんがメインになってるよ。卵焼きはおまけみたいな感じになってるよ。いや、そうじゃないんだけど。しずくの不安そうな視線がこちらに向かえられている。姉もちょっと挙動した顔でこっちを見るんじゃない。えい、ー、ママよ。勢いのまま箸で大きくプルンとすくい取ると、このまま口に放り込んだ。砂糖一瞬で口の中に広がった強烈な甘さに、思わず意味不明な叫び声を上げてしまった。なんだこれ。ねえねえワクワクさん、これゴミ。ん、どうしたハル、もしかして卵の殻でも入ってたの。殻なんて初歩的なミスした覚えは。なぜだ、なぜ平気で食べているんだ。小玉焼き、いや砂糖焼き、違う、砂糖クラゲよ。もうそこまでのもんなんじゃ。なんだこれ、しずく、その外側のプルプルしてるのって。今回のは砂糖水を固めたものですが、薄かったですか。いや、しずくちゃん、ちょっと待って、砂糖水を固めたものをさ、卵焼きの周りにコーティングするなんて初めて聞いたよ。俺はカブトムシか。おかしいですね、卵焼きのレシピは変えていないのですが。いや、その元のやつが変わり果てているわ。つねさんやお姉ちゃんはいつも美味しいって言ってくれますし、この二人の味覚がバカなんだよ。え、卵焼きって甘きで甘いほどうまくなるでしょ。つねは喋りながらも次々とそれを頬張る。甘さのベクトルが違うわ。ああ、つねさんの味覚は恋は正義だもんね。うん、お姉ちゃんはどう。マナカは辛いぜ辛いぜ派なんだから、もうちょっと物足りないんじゃない。確かにちょっとだけ甘いかも。でもこれは頑張って作ったしずくの愛情の濃さだからね。ほらよく言うでしょ、愛情は最高のスパイスだって。お姉ちゃん甘やかしてる。これは姉が妹を甘やかしている。いやちょっと待って待ってね、何そのハードフルに丸く収めようって流れは。ハルヒト、今回はしずくはハルヒトが食べることを考えて作ってなかったんだよ。だから愛情を込められなくてハルヒトだけ違う味になっちゃったんじゃないかな。愛情はそこまで万能じゃねえわ。時々甘酸っぱいのが愛情じゃ。もうなんかもう突っ込んだら負けな気がしてきた。まあ私料理は全然ダメだからね、こんなこと言っても参考にならないのかもだけど。そんなことないよ、お姉ちゃんの料理は意見はいつも最高にしてるから。ありがとうしずく。まさかこの頼りない姉の意見を参考にした結果生まれたのが今の卵焼きではないのか、いやクラゲ料理ではないのか。
真中は今でも料理が苦手なの？料理は雫の担当だからね。私は覚える必要がないのさ。爆弾発言で真中が胸を張って堂々と答える。その勢いとおっぱいだけはどうにかならないのか。それでいいのか、姉として女の子として。ごちそうさまでした。今日も美味しかったよ。結局レイのクラゲは俺の分まで常が平らげ、俺は代わりに常のゼリー飲料で空腹を乱した。常のゼリー春人くんが食ったんじゃ。お粗末様でした。春さんが戻ってきたなら次はもっとたくさん作ってきますね。いや悪いから大丈夫だよ、気にしなくて。毎回あのスリルを味わうとなると体が持ちそうにない。違うって春、しずくは試作料理を食べてもらいたくて作ってるんだよ。俺たちもそれが楽しみなんだし、ウィンウィンの関係ってやつ。つまり俺はモルモットか。あとマナカとツネはウィンかもしれないけどね。ハルさん、遠慮する必要ありませんよ。ちょっとしずくちゃん、命の危険を感じるんですけど、その目線。感想をいただけるのは作った甲斐がありますし、研究の参考にもなりますので。うん、お前はさ、あれの参考から離れなさい。缶やった弁当箱を片付けながら、しずくが柔らかく微笑む。でもこの笑顔可愛らしい。だから怒れない。これが妹。しずくは決して料理が下手なわけじゃない。なんというか目指すベクトルの問題なんだろう。この二人があらぬ方向に誘導してしまったからこんな事態に。特に姉、お前は引っ込んでろ。ひょっとしてセリカもあれを美味しいと言って食べてるんじゃないだろうか。取り返しのつかないことになる前に何とかしなければ。もうあれだ、もしかしたらララを倒してしまった時のアムロみたいな取り返しのつかないことをしてしまった状態になってしまうのだろうか。ニュータイプ学生。そうだ、ハルヒテも戻ってきたことだし、今日はみんなで一緒に帰らない？マラクが机の位置を戻しながらそんな提案をしてきた。いいね、このままどっかカラオケとかどうよ。テンションがすごいですねって言われてる。そうだよ、俺は夜になるとテンションがすごいよ。お、いいね、私もご一緒します。ハルヒテは放課後予定あったりする？で、マラクはそこまで行ってようやく気づいたみたいだ。どうした？あ、その前に先生に話しに行くんじゃなかったっけ？そっか、ハルヒト今日は用事を済ませるだけだったね。ああ、すっかり忘れてた。いいよ、用事の後は先生に校内案内でもしてもらいながら待つよ。特に早く帰る理由もないし。俺が答えるとマラクの顔がパッと明るくなる。表情豊か。もう表情の差が激しいですね。あとしずくちゃんの笑顔も可愛い。おお、さすが春人、話が分かるね。それじゃあ放課後は小国寺に集合ってことで。オッケー、分かった。あ、セリカは今日は休みとして、たくまは来てるんでしょ？たくまにも声かけられないかな。せっかくでたくまにも会えるなら会っておきたい。今日はお兄ちゃんも来ていないようです。あれ、そうなんだ。なんでだ。まさか最近発売したゲルゲを買ってもう学校サコーってまでバリバリやりまくってるのが嫌なお兄ちゃんだな。たくまに限って病欠はなさそうだけど。今日もでしょ、タクマはいつもフラフラしてるんだから。もうそれがタクちゃんのいいところっしょ。いや、止めてあげろ。友達なら止めてあげろ。悪いことやってるぞ、それ。止めてあげろ。なるほどね、それなら仕方ないか。仕方ないのか。さあ、昼休みの終わりを告げる予令が鳴る。さあ、予令が鳴ったから今回は終わる。ちょっと今日の俺暴走気味だ。なんて言ったって YouTube ライブだからな。 YouTube ライブを始めたからな。暴走気味だよ。とりあえずセーブして
さあ次回も YouTube の方で生放送やっていきますよ。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ。おいおいおい、おとなしいかと思ったらすっごい笑顔でさ、すごい人懐っこそうな可愛い子が出てきたやん。ちょっと料理のセンスがずれとうけど、かっこ姉のせいで。でもそういうところもちょっと愛せそうな気がするわ。あと二人ほど幼馴染がまだ出てないって言ったけど、どんなキャラなんだろうな。個性濃いんだろうな。